タルト7種類です。小十子です。すいません。地元のスーパーの果物コーナーにあるタルトです。いただきます。これね、カットするとね、多分ね崩れちゃうと思うんで、手で食べます。ブルーベリーのタルト。ちょ、ブルーベリーこれ盛りすぎじゃない？嬉しいけど。いただきます。タルト生地がめちゃくちゃ美味しい。ちょうどいい硬さですね。硬さと薄さ、これ絶妙。うまい。あ、ブルーベリーが弾ける。美味しさが弾けてます。ミックスタルト。あれやこれや、もういろんなフルーツ乗ってますよ。いろんなフルーツがささっと。いろいろ甘酸っぱかったり甘かったり、美味しい。トロピカルタルト。ゴールデンキウイとかね乗ってるから、まさにトロピカル。めっちゃ落ちた。うまっ。マンゴーもおる。ちょっと迎えに行きます。123、大丈夫。タルト生地があってすぐクリームなんですよ。その上にフルーツがたくさん乗ってるんで、とろとろ。シャインマスカットタルト。これは贅沢です。もうシャインマスカット中だけでめちゃめちゃ美味しいです。3つ、焼き芋のモンブランタルト。モンブランタルト、
焼き芋や。あはは、これ好きだわ。ハウスみかんのタルト。かわいいね、すげえ。ハウスみかんって高いよね。なんか得した気分。甘い。いら。甘い。やっぱりね、フルーツのコーナーにあるだけ本当にフルーツがめちゃくちゃ美味しいのと、これだけ盛るっていうぐらいね、すごいお得なタルトです。最後、イチジクのタルト。もうイチジクね、大好きなんですよ。特にこういうフルーツになったイチジクって格別に美味しい。甘みがね、優しいんですよね。このタルト生地とね、よく合います。フルーツなのに全体的にクリーミー。ごちそうさまでした。地元にあるスーパーマーケットのフルーツコーナーに置いてあるめちゃくちゃ美味しいタルトです。お近くの方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十子でした。黒い手袋ってどう？個人的にはすごく気に入ってるんですけど、どう？